マレーシア政府が通告した出国の期限まで7時間を切りました。緊迫した空気の中、時折車の出入りはありますが、大使は依然この大使館の中にいるとみられます。北朝鮮のカンチョル大使の国外退去通告は日本時間の今日午後7時に期限を迎えます。しかし大使館では昨夜、関係者がビリヤードをして報道陣のいる外まで笑い声が響くなど、平静をアピールするような様子も確認できました。北朝鮮は事件の捜査への協力のほか、繰り返されるマレーシア政府への批判に対する謝罪を求められていますが、要求には回答していません。刻々と期限が迫っていく中、大使が出国しないということになれば、悪化した両国の関係は国交断絶に至る可能性が出てきました。